札幌市民ホールは札幌市中央区にある文化施設ネーミングライツを導入しており愛称が金本ホールになっているこの項目ではかつて当初にあった札幌市民会館についても記載している2007年に閉館した札幌市民会館の代替施設として当初は 暫定的な位置づけとして2008年に建設した2013年策定の市民交流複合施設整備基本計画によって札幌市民ホールを札幌市民会館の後継施設として札幌市民交流プラザを老朽化している札幌芸術文化の館の後継施設として位置づけたが札幌市は隣にある NHK 札幌放送局の 北一条西九丁目一の五位天後に一体利用できる大通り西一丁目外区の再開発を検討している。かつて同所には豊平館があり、1926年に豊平館北側に増築する形で市民会館の前身となる札幌市公会堂が建てられた。なお、名称については1948年に札幌市中央公民館、1949年に 札幌市民会館と解消している。施設の共愛化、老朽化が問題になると1956年に改築構想が持ち上がり、1958年に豊平館を中島公園に移築し、旧市民会館跡地に新しい市民会館を建設した。大ホールの音響効果に定評のある市民会館であったが、施設の老朽化に加えて、 耐震強度不足が判明したため、2007年3月末での閉館とその後の施設解体が決まった。当初の建て替え計画は10年後をめどに建設するとしており、市民の文化芸術活動が停滞する恐れが懸念されたため、跡地に暫定的なホールを建設することにした。また、高級的な後継施設を民間機能と合わせて、 北一西一外区で建設する方針を固めた。札幌市民会館は2007年1月末で使用停止となって3月末で閉館し、6月から解体作業が始まった。代替施設について、札幌市は短期間かつ低廉に施設確保することを重視したためリース方式によって建設し、大和リースと賃貸借の契約を締結した。2008年に開館した。 札幌市民ホールは、ドンなどの舞台照明や一部備品を札幌市民会館から引き続き使用している。なお、リース期間は2014年度末で終了しており、2015年度から札幌市に施設を無症状としている。また、旅行会社のワクワクホリデーがネーミングライツを取得して2015年度から愛称がワクワクホリデーホールになった。 2018年11月14日から1ヶ月間にわたり来年度以降5年間のネーミングライツ共賛企業を募集資産者から応募があった結果2000万円で提案した金本を優先交渉権者に決定18年度中に愛称名を公表した結果2019年2月24日に金本ホールの愛称が決定し4月1日から 新愛称での運営が開始された。NHK 札幌放送局となり、札幌市役所に隣接しており、向かいには札幌テレビ等がある。ありがとうございます。